もし地球から突然全ての水が消えてしまったならば、私たちの星はどんな姿に変わってしまうのでしょうか。地球の表面の約70%は海に覆われています。その海が消えることを想像してみてください。乾いた大地に孤独に立ち尽くす人類。これは単なる空想ではありません。世界の一部の地域では、すでに深刻な水不足に苦しんでいるのです。海や湖が消えると、大地は急速に乾燥し、巨大な亀裂が走ります。実際に中央アジアのアラル海では、干上がった湖の跡地に巨大な砂漠が広がり、同じような光景が見られます。水の循環が止まれば、火山活動や地殻変動も不安定になります。水蒸気は火山の爆発を抑える役割も果たしておりますが、それが失われれば、噴火はより激しさを増すかもしれません。かつては緑に覆われた土地も、やがて砂漠へと姿を変えてしまいます。農作物は育たず、森や草原は数年で消滅してしまうでしょう。雲が消えた空からは、遮るもののない太陽が照りつけます。紫外線は増加し、気温は地表で70度を超える地域も現れるかもしれません。昼は灼熱、夜は極寒。水の存在は温度を調整する役割を持っています。それがなくなれば、昼夜の温度差は100度以上にも達し、生存できる環境はほぼなくなります。植物は根から水を吸い上げられず、やがて全て枯れ果てます。地球上の酸素の多くは植物によって作られています。つまり、酸素供給すら危機に陥るのです。湖や川は干上がり、生命の拠点は跡形もなく消え去ります。魚や水生生物は絶滅し、それを食べる動物も連鎖的に姿を次第に消していくでしょう。人類もまた生きていくことができません。平均的な成人は1日に約2リットルの水が必要です。それが失われれば、わずか数日で命は絶たれてしまいます。人体のおよそ60%は水分でできています。その水分が失われれば、細胞は破壊され、命を維持することはできなくなります。食べ物がなくても数週間生きられる人間も、水なしではわずか3日しか生きることができません。農業は完全に崩壊し、人類が植物を得る術も失われてしまいます。世界人口の約80億人を支えるシステムが一気に瓦解してしまうのです。発電のためのダムも枯れ果て、エネルギー供給が途絶えます。現代文明の基盤である電力すら失われ、人類は原始的な生活に逆戻りしてしまいます。川が消えた都市は次第に人々が去り、文明そのものが次第に崩壊していきます。水を失った社会は、国家間の争いや移住の混乱によって急速に瓦解していくことでしょう。しかし、私たちの地球は本来青く美しい星です。ブループラネットと呼ばれるその姿は、宇宙から見ても唯一無二。豊かな水ことが今まで生命を支えてきたのです。水がある世界と水がない世界、その違いは生命の存続そのものを分けるのです。水の大切さを忘れずに未来へ引き継いでいくことが私たちの使命です。